今回はインターチェンジの各資産種について解説していきます。今回はインターチェンジの19箇所ある各資産種を解説します。オフィシャルウィキのマップをもとに番号順にお伝えします。概要欄にタイムスタンプを記載していますので、レイド前の作戦会議やレイド中の確認にご利用ください。それでは解説に入りたいと思います。
それではまとめになります。8番、9番、10番のスタッシュは見つけにくいですが、その他は分かりやすいかと思います。多くが外周沿いに配置されていますので、現在地を見失いにくく、夜間でも物資を集めやすいマップとなっております。スタッシュのみ渡ってもいいですし、出口に向かう途中のみ探しても大丈夫です。脱出する際はカバンに空きがあるともったいないので、隠しスタッシュを上手に利用してください。なお、隠しスタッシュは今後のアップデートで修正される場合がありますので、変更の情報がありましたら教えていただけますと助かります。この動画が参考になったと思われた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。